このフィーダーも今日は塩ビと塩ビでやってますけど、日によっては塩ビと V でやってる時があって、 V? 塩ビと V でやると絶対このフィーダー沈まなくて絶対浮いてる状態なんで、またそれはそれで多分取りにくいと思うんですよね。